土屋義彦5月31日から2008年10月5日は日本の政治家。参議院議員、参議院議長、環境庁長官、埼玉県知事、埼玉県議会議員、自由民主党参議院議員会長を歴任。自邸、商事、三定、雄造。土屋家は大工を営み、父住男は家業から技術を習得し内務省棋士となって、いた子町に赴任していた。 6歳の時父が急性肺炎で死去。母初恵は、吉彦らを残して、家を去ったため、吉彦と雄三は、東京府北豊島郡高田町で大工を自営していた、父方の祖父母、土屋二作、辰も夫妻に引き取られた。正治は、住尾の妹、小枝とその夫、上原正吉の養子となる。祖父の二作は、高田町会議員を務めた後、 静岡県加茂群島あずさ村に移住したため、吉彦も旧正中学卒業まで同地で過ごす。二作は、静岡移住後酒屋を起こし、稲あずさ村会議員も務めたが、吉彦が中学在学中に死去。吉彦は中学に通いながら祖母辰もと共に酒屋を切り盛りし、雄造を育てるという苦難の少年時代を送った。中学卒業後は、 大学進学を希望するも、すでに祖父が他界していたこともあり、叶わなかった。1945年招集、名古屋市の第六連隊に入隊、その後浜松市に派遣され、残豪掘りを行う。終戦により除隊となり、おじ、上原小吉、小枝夫妻を頼って帰郷し、大学入学を果たした。上原家に下宿し、大学に通学しながら、 大正制約で働く。1991年10月、土屋は参議院議長を辞し、翌年の埼玉県知事選挙への立候補を表明する。これに対し現職の畑はも、同年12月の県議会定例会で六選出馬を明言。大物同士の一気打ちの様相となったが、金丸新と田辺誠が双方に出馬を取りやめさせようと格索。この背景には、 歴代首相と婚意で形成会に持ちかかった佐久間実自民党県議団長がポスト畑に意欲を示しており、すでに自民党形成会と社会党との間では畑を引退させ佐久間を後継者とすることで話がついていたという事情があったと言われる。すでに政治家としては上がりポストである参議院議長を務めた土屋の突然の立候補表明は 長田町では予想外の出来事であった。土屋は出馬に際して、郷土愛や地元に恩返しがしたいなどとその意欲を強調したが、おじ同様参議院議員連続5回当選を果たし、閣僚、議長と国政の場においてまさに暗い人心を極めた。土屋が一都道府県の知事の職にこだわりを見せることに、首をかしげる向きも多く、三県の町である参議院議長が、 任期途中で辞任して地方選挙に出馬するという行為は国会の権威上ふさわしくないという声も上がった。こうした中、金丸らの意を受けた衆議院議員山口敏夫が両者の説得にあたるも不調に終わり、金丸本人が双方に出馬を断念するよう申し入れた。年が改まった1992年土屋知事の実定を含む 建設業者による埼玉土曜会談後献金事件が起き、疑惑が広がる中で、畑は、出馬を断念。正解引退を表明。一方山口、佐久間らはなお土屋の出馬取りやめを拡作した。しかし土屋は、政和会の指示や当時対象制約名誉会長だった、おば、上原さの後押しを受け、断固出馬の態度を崩さず、 結局自民党推薦での立候補に至った。土屋の県知事就任後与党会派となった自民党内にも土屋を支持する県議と佐久間を支持する県議が現れ土屋と佐久間との対立は収まらなかった。佐久間は土屋の地元カスカベス選出の県議であり深刻な対立に発展する様相となった。ところが1993年5月 1989年と1992年の県議会議長選挙をめぐる汚職事件が発覚し、議長となった、宇月製造、玉田智光両県議に現金を要求した佐久間が収賄容疑で、宇月、玉田が贈賄容疑で逮捕されるという事態となった。佐久間は自民党県議団を離断し、自民党県議はすべて土屋市寺に回った。 失脚するかに見えた、佐久間であったが、1995年4月の統一地方選挙埼玉県議会議員選挙に、控訴中ながら立候補。一方、土屋は、元大正製薬販売部長で現職の春日部市議会議長だった、清水敏夫を擁立し、佐久間を県議会から排除しようと図った。中傷や怪文書なども飛び交う、激しい選挙戦の結果、両者とも当選した。 1996年7月、佐久間の上告が棄却され、受託収賄罪で、懲役1年2月、追徴金300万円の実刑が確定。佐久間は、県議を辞職し、服役。県議会を物体にした、陰ビナ清掃は終局に向かった。出所した佐久間は、1999年4月の、統一地方選挙埼玉県議会議員選挙に、自民党委員ながら、 非公認非推薦で、再び出馬、僅差ながら当選した。一方の清水は、時点で落選。佐久間は議席を回復し、復権を果たした。これを受け、佐久間に近しい野本洋一元県議会議長らが、早速、自民党員が当選した以上自民党県議団に、迎えるべきと佐久間の党県議団副団を提案した。しかし、 土屋直径の清水が議席を守れず土屋が機嫌を悪くしておりまた佐久間が知事与党会派である自民党県議団に復団すれば余計な火種となる恐れが大きかったことから党内でも時期尚早と反対する声が多くこの時は復団できなかった以後佐久間は自民党員でありながら無所属で活動し党活動は制限されたものの 佐久間と親しい県議も党内外に複数おり、県議会では因然たる影響力を有した。県議会で土屋と佐久間が表立って対立することはなくなったが、土屋辞任まで友好的な関係になることはなかった。2001年12月の春日部市長選挙では、土屋義彦、品子親子が支持する現職に対し、対立候補を佐久間が支援。 土屋対佐久間の代理戦争と評された。結果は土屋が支援した、現職市長が6選を果たした。2003年4月の統一地方選挙、埼玉県議会議員選挙では、佐久間、清水共に当選。再び対立が表面化する様相となったが、同年7月、ダスキン不正支出事件をきっかけとなり、土屋の政治資金管理団体をめぐる問題で、 土屋の長女、市川桃子が逮捕され、土屋が県知事を辞職し政界委員会。捜査機関から知事公舎を固く捜索され、土屋本人は起訴猶予、長女の桃子には有罪が確定した。県政における両者の清掃は完全に終わったが、佐久間は自民党員でありながら、自身が所属する支部の支部長である品子を支援しないなど、その後も対立がを引いた。 土屋寺職後の知事選で、佐久間は民主党出身ながら保守色の強い上田政治を支援し、その当選を歓迎。野党会派となった自民党県議団を上田知事に引き合わせ与党会派化するなど、再び影響力を増していると言われた。2007年4月の統一地方選挙、埼玉県議会議員選挙で休戦を果たした佐久間は自民党県議団に復帰した。 一方、清水は落選したが、土屋の死の直後の2008年11月に行われた、補欠選挙に立候補。シナコラの支援を受け参戦を果たした。しかしこの出馬の際、清水は、自民党を離党、自民党の推薦も受けず、政治団体、かすかべ元気塾を届けで、県議会では、無所属で活動した。2003年7月自身の政治資金管理団体、 地方行政研究会の1億円を超える現金記載漏れが発覚。政治資金規制法違反で、長女、市川桃子が逮捕される。当初強気の姿勢を見せ、職に泊まることを明言していたが、ついに知事を辞職。自身も東京地検特捜部の事情聴取を受けたが、基礎猶予処分となる。埼玉県春日部市に在住し、自由民主党最高顧問、社団法人日本、 アルゼンチン協会会長、日本、ニカラグア友好協会名誉会長などを務めた。モモコ逮捕の影響もあり、知事辞職直後は、公職、名誉職を辞退。イント遁ン生活に近い状態であったが、2004年に出前芝居の劇団に入り、老人福祉施設などを慰問。ハーモニカ演奏などを披露していた。政治的影響力を失い脚光を浴びることも少なくなっていた中、 同様などを演奏しては、聴衆から拍手喝采を浴び、満足げな様子であったという。政治活動は、娘、シナコの講演活動のほかは控えていたが、2005年夏の第44回衆議院議員総選挙の頃から、埼玉県内の自民党の集会に招待されるなど、前知事として、政治の表舞台に、再び登場した。 2007年4月の統一地方選挙では埼玉県内を回り現職中に自身を支持していた自民党県議や県内自治体市長などの集会にも参加し支援。5月に開かれた第21回参議院議員通常選挙に向けての自民党の総決議集会には森吉郎元首相と共に来賓として招かれトップ当選をとこぶ激励し、 埼玉県選挙区候補者の古川俊治に葉っぱをかけた。土屋の死去に際し、長年政敵として対立し、春日部市の保守勢力を二分して争った自由民主党県議会議員佐久間実は国が大変な時に国政とも太いパイプを持つ前知事が亡くなったのは残念と語り、哀悼の意を表明した。 2009年2月24日、前埼玉県知事小土屋義彦氏をしのぶ会が行われた。土屋が建設を推進した埼玉スーパーアリーナが会場となり、県民や政財界関係者ら約4000人が参列した。参列者の中には、タイ、パラオなどの中日特命全県大使の姿もあった。公認の知事、上田聖二が前埼玉県知事小土屋義彦氏を忍ぶ。 会実行委員長を務め、元内閣官房副長官、石原信夫らが弔辞を述べた。ありがとうございます。